に感染し、おととい亡くなった志村けんさん。志村さんの遺骨は先ほど兄である智幸さんと共に東京東村山市の実家へと戻りました。感染の影響で智幸さんも志村さんの遺体と対面することは叶いませんでした。無事にね、入ってきましたので本人にはね、あれですけど、もうね、死に入ってなくて、それで、死んで、笑いだったんです。今回ね、これで、音楽テレビとかね、いろんな放送でね、もう結構、まあ、皆さんが見てもらえればね、本当にね、再生すると怖いってことはね、これ聞かれることですよね。